さきは勉強を頑張ってるな。父さんも鼻が高いよ。さき、お姉ちゃんとしてちさをお願いね。あの子はまだ中学に上がったばかりだから、あなたが支えてあげてちょうだい。忙しくて申し訳ないけど、私たちもできることはするから。うん、わかったよ。お父さん、お母さん。優等生でないといけない。ちさを支え続けないといけない。親からの期待を受けた私は、そんな風に強く自分に言い聞かせるようになった。ちさのそばにいるのは楽しいし安らぐ。だから、ちさを支えることを負担に感じたことはなかった。けれど、このまま期待に応え続ける限り、アイドルという夢を叶えるのは無理なんだろうな、と思っていた。ねえねえ、さき、チリがやばいんだよ。私もやばいんだよね。期末テストも近いし、教えてもらってもいい？それはいいけど、ちゃんと自分でも勉強するのよ。はーい。よかったー。さきってば、テスト前はみんなに引っ張りだこだもんね。さきはどの教科もすごいけど、特にチリは先生より教え方がうまいって評判だしね。もう褒めすぎだってば。先にわからないところをまとめておいてくださいね。はーい、わかりました先生。先生じゃないんだけどね。ちさ、お昼はこれから？うん、お姉ちゃんも一緒に行こうかなって。ちょうどよかった、私も誘おうと思ってたから。今日の授業はどうだった？英作文がちょっと難しくて。サキと妹ちゃん、ほんと仲いいよね。しっかり者のサキと小動物的なチサちゃん、全然タイプが違うのにカチッとハマってるんだよね。わかる、ほんとに二人で一つって感じ。ふぅ、テスト範囲の復習はこれくらいでいいかな。あの子たちに教える部分はまとめる前に、ちょっと休憩しようっと。わー、やっぱりかっこいいな。ここの振り付けは、こんな感じかな。簡単そうに見えて難しい。やっぱりアイドルってすごいな。こんな大きなステージで歌って踊って、たくさんの人を笑顔にできたら、本当に楽しいんだろうな。そろそろちさが帰ってくる時間ね。いけない、音量もいつの間にか大きくしちゃってた。さき、期末テストの結果もとても良かったみたいじゃないか。ご近所の評判もとってもいいのよ。春になれば生徒会長になるし、この調子で頑張ってね。うん、わかった、ありがとう。お姉ちゃん、大丈夫？うん、大丈夫よ。あ、見て見てお姉ちゃん、この人、最近評判になってるアイドルだよね。あ、本当だ！私、この人がとっても。うん、なんでもない。よく友達も話してるよ、この人のこと。そっか。ちさ、どうかしたの？お姉ちゃん、今度ね、一緒に行ってみたいところがあるんだけど。アイドルのライブは久しぶりだったけど、楽しかった。ちさ、誘ってくれてありがとう。うん、私も。お姉ちゃんと久しぶりにライブに行けて楽しかったよ。あの人たち、私たちと同年代なのにすごかったね。歌もダンスも上手いし、今日初披露って言ってた曲も新曲とは思えないくらいに完成されてて。ごめんね、こんな浮かれちゃって。ううん、私もお姉ちゃんが楽しんでくれて嬉しいから。ちさ、
私ね、その…うん、ごめん、なんでもない。お姉ちゃん？あ、あのアパレルショップ、最近できたのよね。え？うん、友達もよく話してるけど…私のクラスでも話題になってたんだ。久しぶりに買おうかな。え？お姉ちゃんが服を？うん。ちさはお友達と遊ぶ予定があったりする？それなら私一人で。ううん、私も行く、絶対。そう？わかった。それじゃあ一緒に行こっか。うん。あ、これなんかどう？この幾何学模様がとっても可愛いと思うんだけど。他のも見てみたら？そう？それなら、あ、この動物の柄とっても可愛い。それは鳥なの？それともお魚？お姉ちゃん、なんでこんなおしゃれなお店で不思議な柄にばっかり惹かれちゃうの？この猫とっても可愛い。帽子をかぶってて、手に持ってるのはみかんかな。本当に可愛い。ねえちさ、これならいいでしょ？猫は猫だけど、なんだか独特の癖が。でもこれくらいなら大丈夫かな。私ね、その…ううん、ごめん、なんでもない。さっき言いかけたこと、やっぱり気になっちゃうな。